母です。お願いします。仲いいですね。仲良くなりました。もう本当に迷惑かけてるから両親にはすいません。やっぱり女同士っていうのもあって、無言の抵抗みたいな。無視してました。無視無視されたり怒っても。負けず嫌いでやっぱり、うん、勉強だけが苦手でスポーツはできました。空手とか部活もやってたし兄弟全員空手やってるから、しかも夕方5時まで仕事して、その後ご飯スーパー行ってご飯作って空手送迎するっていや半端じゃないと思うこの母親って思う今。当時は当たり前だったし、なんかもっともっと笑顔にしてあげたいなっていうのは思うから、それもあって多分続けてるこの仕事を。めちゃくちゃ感謝してます。よかったです。よかったです。本当、うん、いや、わかんないけど。じゃあ、あの楽しみにちょっと聞いてください、うん、お願いします。はい、じゃあ山本舞香様、中学3年の3月東京からの飛行機の便が合わなくて全体の卒業式に間に合わなかったから校長室で一人だけの卒業式をしました。多分とても寂しがりなあなたは不安や心細さがたくさんあったと思いますが、同時に覚悟を決めて旅立とうとする気持ちの強さも感じました。その時は頑張れ、きっと成功すると願うばかりでした。この10年間で顔にも表情にも落ち着きが感じられて、山本舞香自身をどんどん豊かにしていかれるのだろうと思っていますが、この先の成長もとても楽しみにしています。インスタグラムはチェックしています。できるだけテレビや映画も見たいと思っています。では心と体を大事にして頑張ってください。いつも応援しています。校長先生から代読でした。ありがとうございます。なんかああやって中学の時に校長先生が私に対して思ってくれてたんだっていうのを知れて、てか分かってくれてたんだ、私の気持ち、心を、寂しがり屋でとかあ、なんかそういうの分かってくれてるんだなって、どう思われてるんだろうって思いながらいつも人と関わってるし、うん、基本ネガティブに考えちゃうかも。使われる部分は本当少しかもしれないけど、でもこのこれから1年間一緒にやっていくこのスタッフさんたちにその環境とか空気感を味わってもらえたのはすごい大きなことだなって思うし、変だと思う、あんまり芸能人にこんなに喋る人もいないだろうし、ね、こういう性格の人もいないと思うけど、だからこそこういう人もいるよっていうのをみんなに知ってもらいたいかな。よろしくお願いします。Google Pixel Presents Another Sky